最後です。踊ってください。では行きます。はい。皆さん様方へちょいと出ました。私はお聞き通りの学生でよく とてもやうまくは読めないけれど好きで覚えた日にと日本で北から南にドドンドンと響いて渡る河内温度の人節に胸に寄りかけ寄りかけまして、これから人節を見上げる。山の向こうは江戸の空よ、ほえほえ。殿の恨みを抱きしめて遺産東下りの夜が少しにも早く大阪へ深き望みは近江で琵琶の子定おなみ、親よといての踊りは一夜の流れも一夜の愛は夢でいた夢の中についたところが都会の一の難所は箱根山、甘酒茶屋になりぬれば足をとどめた神崎はよこい。母さん許せと這いにくる声に驚き、母さんはこなたと思えばお武家様、その話じゃまず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 仲いい話する話さんがあれた。ある神崎は母さん差し出す酒さかも相手なければ独酌に酔えばほんのり桜色ちらつく目元で見たならば、右は美穂の松原で左に高くそびうるは三国一の海の山、峰の白雪溶ける雲を溶けぬ殿の仇、まぶたに滲むひとしずくならぬと神崎が拳で払う血の涙。空よりどこかの夜が。
と考えがあったおば見たならば向かずに握ってたる百本筋の麓よりも上り来ました。生まれた渋谷にみたいに日に焼けて三十と五六入れた我慢の分あんあんあん見事なこと言う週が三分で隅七分身の貝なと見たならば天を望んだ上り流左海なと見たならば順番に描けて下り流胸にゃがんもにゃぶり瀬名は時代や夢物語開いたところに色が48文字の花札見事に掘り込んで足は風の巻き取り豆先まとも受けたなら疑問どこに最後それがあるとちょいと長めなびかせて元へ戻っちゃ面倒と竹の用事が元いぞめ半期で九番に縄もみ今度の造人に愛の変わらん愛の変わらんああうまかったあ胸に謎を決め込んで今の宝をポイと肩へとかけましてはいはいあのさんちゃんとしゃん酒だ酒だ酒持ってこい。あらまあ、どなたと思えや牛五郎さんかいな。しばらく見ないので病気でもしたかとこのババが心配してたとこなんだよ。何をやって俺はたたっ殺されても死なねえような牛五郎さんだい。まあ今日は何かいい当てがねえのかい。はいはいはい、牛五郎さんの好物の酒の魚じゃねえけれど芋とこんにゃくの煮込んだのがあるよ。とっとっといいところへ気がつきあうり。持って来るか早いか牛五郎じっくり煮込んだこんにゃくからしをたっぷりつけましてガブリガブリと目に涙よく吠え大きな大きな黒八じゃわに涙みつくや酒をごくりごくりと飲み出せば親の意見と後で回るという言うたそのこと笑う当てがまりに
悪い牛車はひょいと横手を見たなれば立派な侍ただ一人これが下代のたてやくしゃん神崎養老取りやすとは知ってるや知らずやなならずもそのなうまくらい地獄そこなるお武家さんよ小田原までのキャリーは一つおいらの馬に乗っちゃくれねえかい拙者は馬が嫌いで結構じゃねえねえなんだとおうサブレが馬が嫌いだバラすねえおう役者が化けた偽だおりかなだなだなんでなんでなんで俺を蹴る面白いやおう切れるものなら切ってみろ鉄から切るのか足から切るかさあさあさあスッポルト切りやれWe'll be right back.
み重なる小池の屋敷はもよまさか今日きらの屋敷のもてもんおもてもんにはすだいしておいしいよしをくらませてくらもんには年はゆうかねえぞたらよしかねえに山田龍一の陣内の一打ち一打三流れ一つご縁ありましたらよろしくお願いいたします。ありがとうございました。